岡本城は、栃木県宇都宮市大寺中岡本昭治猫屋にあった、日本の城。14世紀前期追記、慶長を2年10月13日廃城。別称として、岡本猫屋城。岡本城は、14世紀前期、芳賀市流岡本氏の当時岡本品の森富高により、その居城として築かれた。しかし、築城した富高が、加納2年、昭平5年の、 サッタ峠の戦い、サッタさんの戦いで打ち死にすると、その後を継いだ富高の姿勢高も、常時2年、昭平18年に、武蔵野における戦いで打ち死にし、富高の決闘は断絶してしまう。玉聖氏の形図によれば、玉聖、信濃森富高が、常司2年、昌平18年6月17日、武蔵国蓮屋の戦いで打ちにすると、そのにより、氏は、 岡本座を賜ったとある。その後、玉瀬富高の弟である勝親が、岡本氏名の守る夫婦を名乗り、岡本城に入城する。玉瀬氏は、塩谷氏を出事とする、藤原姓の一族であり、夫婦は、藤士生岡本市ということになるが、藤士生岡本市の歴史は不明である。しかしながら、玉瀬氏の経図によれば、玉瀬勝貞の娘が、勝親の子孫であろう。 岡本重義地下に嫁いでおり、このことから岡本城は代々富士聖岡本氏の居城となっていたと考えられている。玉聖氏が芳賀高常の弟の重機を養子に迎えると、重機は玉聖氏の居城を岡本城に移す。その後、文禄元年から同四年まで笠間城を居城とした時代もあったが、代々玉聖氏の居城となった。 しかし、主君である宇都宮家が改役されると、岡本城も廃城となった。岡本城は、高台になっている大地の角隅に築かれており、方形主角を大地が突出した最北端に築き、その主角を、ほぼ、絵の字型の堀と車を重ねて守るはしご格式の城と考えられている。ただし、遺構は、主角周辺によく残っているものの、二の角以降の車は、 長年の開発により、時代を経てほとんど壊滅しており、見え堀説と五重堀説があり、議論が分かれている。また、岡本城の北側約500メートルのところにも、岡本富高が築いたと伝わる、館跡の土塁と堀がわずかに残っており、名目的には別の城として扱われているが、機能的には、岡本城の出丸として位置づけられていたものと、考えられている。 AB、玉西市継図宇都宮市教育委員会による、現地案内版 AB 小玉光太監修、坪井清谷監修、峯岸すみ菊池拓、日本城郭体系第四巻茨城栃木群馬、新人物往来者、1979年、244ページ。ISBN44 億401万117。AB 岡本城の具体的な築城年については、 不明だが、玉聖氏の形図によれば、築城した岡本富高の主君である、宇都宮金綱が、1337年2月に、河茂直王との戦いで先行があり、岡本座頭を賜ったとあるため、富高が岡本座頭を与えられ、岡本城を築いたのは、これ以降だと考えられているはがしは、清原氏の出であり、神頭と呼ばれた。ただし、 同時代の君島氏系図にも、岡本名の森富高の名があり、君島氏を出自とする可能性も指摘されており、また、多摩瀬氏系図には、同時代に多摩玉氏名の森富高という人物がおり、岡本名の森富高と関係性があるのかないのか、不明である。岡本富高との関係性があるか、単なる同盟に過ぎないかは不明。ただし、岡本死議地下は、 清原姓を名乗っており、藤聖岡本氏は岡本富高の系統を引き継いで清原氏を名乗っていたと考えられている。ありがとうございます。